お疲れ様です8月31日日金曜日朝6時の相場解説になりますえっ、ー、と台風10号が迫ってますのでね今日みたいな日は月末でもあり週末でもありますのでトレードにうつを抜かすよりも台風対策した方がいいと思います今日はね普段よりもむちゃくちゃ難しい金曜日になりますのでこういう日に手を出さない方がいいですねまあお休みだと割り切ってください放送も緩めにしてよく言います今日一生懸命解説してもね とてもじゃないけども、裁けませんので。はい。でも、まあ、結果的にはね、何もなかったってこともあり得るんですけども、それも、台風が来るよっつって来なかった時って結構あるでしょ。うん。まあ、そんな感じなんですよね。まあ、でも、はっきり言えることは、今週1週間、26日から30日までありますけども、最も難しい日が今日です。で、この1ヶ月の中で一番難しい1日も今日です。だから、そういった難易度の高い、東大受験みたいなことはね、まあ、好きでやる人はいいですけども、稼ぐために、 っていうことだったらやらない方がいいと思いますね。はい。その中でも相場解説をしていこうと思いますので、まずはよろしくお願いします。冷やしの方から見ていきましょう。はい。冷やしではね、大きく下落したところからの安値圏、跳ねてまた戻ってきたんですけども、この同じポイントで反応して上の方に行ってますね。つまり、ここを破らなかったってことなんで、とりあえずの下落は止まったのかなと思います。ただし、一旦振り上げたこの陽線が来週にね、 新しくこう突き破って143円に移るかどうか分かりませんので、それは今晩の材料が大きく、稼業に生きていると思います。まあ、あの9月になるとね。frb は金利を下げるというふうに言ってますし、日銀の方もなんだかんだで金利を上げる方向に行くと思いますんで、そうなると円高方向へのドル円のう加速ってのは起きうると思いますね。 今週1週間を通じてね、もっともっと円高が加速すると思ったんですけども、案外起きなかったなっていうのが1週間の感想です。はい、それで4時間なんですけども、4時間ね、ご覧のようにここで一旦レンジのようになったかなと思います。上がって、下がってっていうところが見えますけども、今、どっちに向かうかわからない状態で、若干上の方に飛び出たかなってところですね。まあ、このぐらいしかわかりません。で、 1>, え1時間の方を見ていきますけども、1時間も昨日の21時半のえあれですね改定値でしたっけね。GDP の改定値かなんか材料出てましたけども、これで大きく上の方に跳ねた後、戻ってきて、また緩やかにこの上昇チャンネルを形成してるかなってところですけども、昨日作ってきたこのレンジインレンジは早速壊れてますんで、今日はもうすでにレンジは使えません。また新しい マーケットをこれから絞っていくことになりますので、どちらにしても今日トレードするような体制にはなりませんね。はい。ということなんで、新しいトレードは来週に譲ろうかと思います。まあ今日はね、寝動きを見て、なんとなく感想を言うだけなんで、あれでしたら、この放送を境に、今日はもう見なくていいと思いますよ。あの、見てもね、特に勉強になることとか気づくことありませんから。えー、私もね、一応放送は、あと1、2回しようと思いますけども、 うんまあ、大したことは言えないと思います。突発的なあ出来事についてなんか感想を言うぐらいのことになっちゃいますので、おおよそ先日は学べないと思います。以上、ご了承ください。それでは。